TBS v さんでございます。えっ、ー、とですね、台湾のですね李登輝元総統が本日お亡くなりになったというニュースが入りました。えー、もう撮って出しでですね、ちょっと編集とかもあのちょっとできる気も心もしありませんので、このままちょっと動画流させていただきたいと思います。失礼いたします。 えー、李登輝総統ですね、えーえー、台湾、えー、国民党というところで、蒋介石さんがですね、えーまあえー、台湾の初代、もちろん総統なんですけれども、次に蒋慶国さんという方ですねで、その後李登輝さんだったんですけれども、李登輝さんがいなければですね、えー、台湾はです、ね、もしかしたら今の北朝鮮と同じような、えー、世襲制の。 軍事独裁国会になっていたかもしれません伊藤基さんが、えー、選挙というものを台湾に根付かせましたで、えー、総統選もご自身がやられてるときに、えー、実施をされて、えー、台湾に民主主義というものを一台で、えー、そのレールを引かれた方でございますでまた、えー、日本統治下でお育ちになったというところですね あの書籍もいっぱい出てます。日本の武士道なんかを解説した、えー、書籍も出されていますし、えー、日本への提言なんかもいっぱいしていただいております。えー、私が大学院で国際政治を学んだとき非常に影響を受けた、えー、尊敬する方です。えー、本当に謹んでご冥福をお祈りいたします。